はい、どうもワンちゃんです。今回はですね、秋季連盟準々決勝をお届けしたいと思います。なんとこの日は打線が大爆発ということで、攻撃中心でお送りしたいと思います。はい、まず1回先頭バッターはしゅんくん。しゅんくんがズドーンセンター前、ナイスバッティング。ベンチからもはい、続くこの日3番に座っているヤジ、まあ、いつもね5、6番打ってるんですが、その時にしゅんくんが見せます。はい、盗塁成功、走者謙信、ナイスラン、ナイスラン。はい、そんなヤジはなんか変な感じのデッドボールで出塁。続く4番植木、打ちました。打球は三塁線を抜けるタイムリー、しゅんくんがホームイン。ヤジも意外と俊足で三塁まで到達します。ナイスバッティング植木、さすが4番。はい、次のバッターは夏くんです。まあ、夏くんはね両打ちですね、なかなか珍しい。そんな夏くんが打ちました。打球はセンターへ、これ風に少し戻されましたが、エンタイトルツーベース。いやー、ハイサイズの打線もね結構熱くなってきましたね。はい、続く一世、はい、打ちました。これも上手に打って流して三塁線。ナイスバッティング。そこでそう回す。あれ、どんどん綺麗綺麗綺麗。はい、続く一致はサードゴロ。でもね、ヒットはね結構増えてきましたね、打てる本数が。で、投げては夏くんが外に決まって三振。二人目もまっすぐで三振と、この日は完璧でした。はい、この日はベンチスタートのワンちゃんもベンチで盛り上げます。なかなかね、ベンチスタートなかなかないんで新鮮でした。はい、次の回バッターはタクミン。タクミンもこれがフラフラと落ちてセンター前ヒット。それではタクミン、足遅いキャラですが三盗。そして一斉も遅れて盗塁。そしたらベンチから、はい、続いて一、さっきはチャンスで凡退しましたがズドン。いや、痛い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 。打ちました。打球は弾丸ライナーでレフトのフェンスオーバー。スリーランホームラン。ゴー、一。はい、この日は打線が全く止まりません。ヤジーも三遊間、ナイスバッティング。こういう日ってありますよね。はい、続く植木、植木も上手に打ってセンター前と。すると打球判断見てヤジーが三塁まで到達。これね、走塁意識っていう話をねこの試合の前にしてたんで、いやナイスランですね。ランナーコーチもナイス。はい、ピッチャーはナッツくんから一チーに変わりました。そんな一チーもまあ、っすぐと変化球を織り交ぜながら、植木といいバッテリーで、うん、ポンポンポーンとアウトを積み重ねていきます。やっぱりねピッチャーバッテリーがしっかりしてるとね試合が締まりますね。このカーブも素晴らしい、ナイスピッチ。はい、ちょっと風でカメラの位置がずれちゃったんですが、バッター夏くんズドーン、別角度でズドーン。これがね弾丸ライナーでエンタイトルツーベース。いや、ベンチもちょっとあぜんとしたぐらいの打球スピードでした。で、最後はイッチがしっかり締めてゲームセットと。で、この試合はね10対0ゴールド勝ちでした。はい、次は準決勝、頑張れハイサイズ。